中央下の港湾がアグニ港。右側の港湾はアグニ漁港アグニ港は沖縄県島尻郡アグニ村にある地方港湾。港湾管理者は沖縄県。統計法に基づく港湾調査規則ではお菓子港湾に分類されている。沖縄本島の西方約 60km に位置するアグニ島の拠点港で島の南岸に位置している。 村営航路のフェリーが発着するほか、主に島の小型船が利用する。アグニ島にはアグニ空港があり、第一航空が就航しているが、2015年8月に発生した事故の影響で運休となっているため、村営航路が島外との唯一の交通手段となっている。港内は西側にフェリー岸壁及び先客待合所、東側に産業岸壁、 中央奥に小型船船など余りが設けられているが、お希望派遣が未整備で外海からのうねりが直接、港内に侵入する構造となっており、港内で反射したうねりが増幅して、海面の静温度が悪化するのを抑えるため、産業岸壁をフェリー岸壁の延長線上に移設して、小華護岸を整備、港内の静温度を改善する計画がある。総事業費は8.7億円。 完成予定年度は2020年度である。2015年度の発着数は330席、利用客数は34,046人である。ありがとうございます。